エクストララジオは岩手県花巻市が生んだヒップホップスタービックリマンのメンバー5人が B-BOY のリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり運気や健康状態が良くなると言われています。それでは It's Showtime。聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタン、あのボタンどうかやったっけ。クソザマでした。なんか聞いてきたな、おい。あれ？あれ？エクストララジオ。びっくりなんだ。エクストララジオ。もう最近はよ、サスペンダー一丁だ。俺が豆腐屋のサトシ。サトシ前も出た一回もして、サトシ、サトシ対応してるけど、うん、サトシそんなに好きなの？そうだね、いいやつだし。あ、短い、大体、ね、大体悪いやついないよね、サトシって。いないね、うん、まあね、つまぶきしかりポケモンのサトシしかり無理やり広げてる優しい怖いんだこのまま始めるのが怖いんだ立て直してからだったよね、うん、今日もだってね、はい、マスヤに来てますから ね、はい、ね、マスヤでやって主人にね、はい、こう頼りっきりでやろうかと思ったらもういきなりサトシ出したから、ね、俺はやばいぞ、ガタガタになったサトシの日はな、サトシの日はやばい、まあ、まあ酒も飲んでるしね。そうですね、今日も結構今日は飲んでるじゃないですか今日はそうだ ね、前回俺だけだったけど今日3人もいただいております、うん、やっぱ前回聞いたけどさ、うん、下ネタ多かったよ。いろいろ緩んじゃって、緩んじゃって。そうだね。二人は飲んでたからさ、スカシとカナタ飲んでたらいいんだけどさ、まあまあ、俺飲んでないのにさ、うん、言ってた。胃の一番に下ネタ。ピー入れてもらったところだね、前回。うん、やるし、マスヤだなと思ったよね。マスヤってそういう、そういうね、確かに。フェイスだから。下話に結構、結構なね、そうね、あったっすけどね。まあ。マスヤで飲みながら撮るのは初めてですね。そうだね、ポンズは初めてだね。初めてだね。ポンズは今何飲んでんの？これは、うん、なんだっけ、ワイキビーチ、ワイキビーチっていうマスヤのマスターの、はい、オリジナルの、うん、あの薄めのブルーハワイ、そうだね、青い酒です、はい、一応脇汗みたいな、脇汗ワイキキっていうか脇汗、脇汗そうだね。それ言われた瞬間に進まなくなってきたからもういいっす、おかわりお願いします。おかわり、あのワイキキ、ワイキビーチ、あーネクスト、そうだね、カクテル、もうちょっと、うん、行くんだ。あ、行くんだ。ってことはもうね、ラジオ途中でもオーダー可能なんで、今日の、ね、はい、あ、ちょっと、あの、片塚さん、俺にもちょっと、なんか、新しいのあ、ハイボール、はい。ハイボールいいです。はい。はい、俺、千原ジュニアソーダ。え？何が歪んでるの？ノーアルの。ノーアルの。千原ジュニアソーダってなんだろう楽しみですね、うん、けどこれで片塚氏が持ってきたのが力ジュニアソーダじゃなかったらバチ切れる。そうだね、そう、政治持ってきたから政治だわ、兄だわ、兄じゃねえか、放送事故飲み物でどう表現するんだろう ね、 そうね、ええ、まあ俺が千原誠治恵比寿です今日も大根で帰ります、神田田です。ビックリマンでいうキム兄やんのキムニーヤン P です。キムニーとは呼ばれてる、キムニーヤンとは呼ばれてないそれ覚えじゃないテレビ見ないから、はい、そして今日はね、はい、また、うん、ですね、おなじみのハルコさんが来てくれてるから来ちゃいました 3回目3回目、収録は3回目だけどですか、ね、日本撮りとかしてるの合わせると5回ぐらいそんな出てる、そんな出てる、おなじみ一番出てるから超ありがたいで、うん、今日もハルヒコとあのね、うんうんうん、花巻市を盛り上げる、はい、そうプロジェクトの、ね、プロジェクトの打ち合わせを経て、はい、うんまあ、ちょっと今日はメインイベントに前回の放送で行けなかった片塚さんの2階の部屋に、そうだ、俺と恵比寿が中学校の時に入り浸った思い出の部屋に20何年20 20 20
年ぶりに24年ぶりぐらいにやっとあのふざけあったねふざけあったあのヘッバスあついに見れるんだな店舗兼住宅の片塚さんちの2階そう、うん、前回はね愛子さんがダメって、うん、ダメダメなんでかって言ったらちょっとすごい散らかってる、うん、聞いてたよ、うん、聞いてた聞いてた話で今日はいいんですよ本当はダメ本当はダメでもいいっていうことですね特別いいいやダメだ。片塚氏くんいや今日片付けじゃないからダメだとか一切 LINE の連絡ではなるほど言ってなかったんであ掃除バッチリなんだなっていう。そうね。ちっちゃい頃から当てるな。お盆前はすごいお盆前はすごいあの片付けてなかったんですよね。うん、今はどうですか。いくらだね。いくらがあやってくれたんですよね。うんでも荷物だらけ、うん、そうね前回の聞いててね俺も、うん、あんまり行ったことないからさ1回ぐらいかなないよねあんぽんのないよねあんまねないうん俺らもけど、うん、なんだ二十歳ぐらいになったらあんま行かなくなった俺の時は2段ベッドがあったねあそこはねあの3畳のあ下かあれ3畳の部屋じゃあ行ったことないよ2階ない行ったことないそっか逆に三畳行ったことあるのがレアだけど。あ、そうか。三畳、三畳の部屋はどうですか。三畳ダメ。今何？そっか。三畳ダメだった。レアだった。絶対ダメだ、うん。でもこの前さ、外からさ、窓開いてるの見たらさ、うん、スターウォーズのフィギュアかなんか飾ってたんだよね、三畳の部屋に。誰も来ないのに。ね、誰も来ないのに。ポスターを貼る。俺スターウォーズ知ってますね。ハイボール。片付いてるんじゃないかなと。わー、千原ジュニアそうだそう、これが千原ジュニアそうだ俺が三原淳二の兄のいやいや、今三原淳一果敢にゴールドラキュラが生き血飲むみたいな飲むためのグラスだったよ、これ吉本の味するしっかり、まあ、これ松竹ってやつだうまいね、何これこれ、エンジェルが二人でグラスを掲げてるグラスにいいねこれが力強いやつだすげえ、ね、別に一番うまいよ今までのなんだか分かんないけど、まあ、ウェルチだからウェルチかあんのウェルチウェルチ今日会社からもらったんだちっちゃい缶で前回ハーゲンダッツとかささすが仕入れ0円にしてお客さんに提供してそのあらりで生きていくってことですよね。仕入れ0円のものに。マスヤインザビルディング。インザビルディング。そうやってここもで何十年やってきたんですか。40年。何年だろう。この場所で。そう。おお。舞妓さんになってから40年ですか。おお。昭和。何年だこれ。マイナス。56年。ああ、じゃあ生まれる前からだ。俺らが。ああ。すげえ。マスヤ自体はもっと前からあるんですか。お姉さんがやってたんじゃない。5年ぐらい前から。おお。じゃあもう50年近く。いや、そこまでは言ってた。そこまでは。すごい否定されてる。50年そうマジか。50年前って言ったら。なんない。でもアニバーサリーとかね私が29歳の時にお姉さんから受け継いだすごいな多分でもそんぐらいから受け継いで今までずっと違う31で31でも年がちょっとじゃあそれに比べ片塚氏くんは37になってもらえいいね、71から2億70小暮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 ってスラムダンクすごいねずっとじゃあここの変化も見ながらマスヤの変化もしてない逆に愛子さんはマスヤさんをやらなかったら何やってたんですか。ここやってなかったら何やってた。あ、こっちには帰ってきてない。一回青森行ったんでしたっけ。したらマスヤやってなかったらもしかしたら今は大女優として
あのハリウッドマンダラじゃないぞタバコをつかみながらラジオ言ってんだよ、何言ってんだよ71歳のスタントマンとしてね、あシュワちゃんの、あ71歳のシュワちゃんと同い年、ね、おめえは話見出してちょっと分かんない余計な情報ただ投下しただけだよ横流行りしてきて、そうで今日はどんな面白い企画があるんですか。え今日もあれでしょ、上に上に上に上がる、まあ上に上がってない行ってもいいよね、いろいろとあるそう、まあ桜まんじゅういいですね、行ってみます、入りたいです。じゃ ラジオの前の皆さんはどういう感じで楽しむかって言ったら、小学校の時とか中学校の時にね、仲いい友達にの行ってた、よく行ってた部屋に何十年ぶりに入るっていうあのワクワクを共有できれば ね、 ね、うん、いいなと思うんですけど、お店の奥にね、で階段があって、そう、はい、上がって2階があるから、まあ、表参道みたいな感じですよね、お見せしてもらえれば、ね、表参道皆さんデビューを構える皆さん、表参道を思い描いていただいたので我々がそこを突き進む表参道っていうかただのゲトーだけど、ゲトーさ線路脇に立ってる横丁中の横丁で早速でじゃあ早速行ってみますか、はい、じゃあ行ってきます。春彦は初めてだよ ね、 こ、 ねこのまま行くんじゃないの、ちょっと一回このままこれねガチャってなるかもしれないっていう、さあさあ行ってみますか、24年ぶりにワクワクドキドキコットドキケシーマス、もうここも久しぶりだったね、トレーシーティングのポスター、これここに入ったの、うん、ありますね、今階段は上がっております、表参道の、おお。マヨリも塗り塗り塗ってんの、塗ってねえわ、うっそいい匂いするね、うわちょっと待ってください、ちょっと待って、ちょっと待って、断熱、オリジナル断熱断熱してますね、オリジナル断熱スタイルじゃないですか、これは2階の扉に、うん、銀紙を貼ってますね、その下にダンボールあってダンボールあって、ダンボールの扉なの、これ入ってすぐ左引き戸じゃなかったっけ、うん、これどうなんすかっけ、入って左引き戸じゃん。いや、どうですかね。まだ入ってすごいよ。え、リフォームしたとりあえず、線香の匂いが。線香の匂いがしますね。誰かを。ちょっとムーディーじゃん。こんなんだ。こんな部屋でしたっけ、え、あれあれあれおしゃれになってますね。こんな、あれそうでしょ。無事の部屋になってんじゃん。少しの部屋になってる、なんかちょっとちょっと予想、そうだね、あ完全に透かしの部屋になってんだこれさ片付けたでしょ、片付けたでしょ、ちょっとやったでしょちょっとえちょっといいじゃん、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、お盆だから片付ける、あ本当に結構いい部屋じゃん、いいじゃんすかいいじゃんしかいいなんだよ結構遊びに行きたいぐらいのなんかガチじゃん、いいじゃん、いい部屋じゃん本当に、あでも本当にビーズのポスターがなくなってますねビーズのポスターなくなった代わりにエアフォース21と手塩屋のなんかね、書き添えそうですね、これさラジカセの向きおかしくね、えそれは外にね、外に発信してるんで、向けてるの常に表参道だからあの通行人に音楽聞こえるように DJ すぎるなやってる、うん、いや本当はねもうお母さんの部屋だったんだよねここはね、こうね、うん、だから昔の写真とかさ、うん、お母さんの服とかあって面白い服とかいじろうかなと思ったら全く、ね、これいいね、これ俺置き場のクッション持ってるのよ、この切り株、それはでもセリアのやつだよ、えセリアなの、そうセリアで売ってるっすよそれ、ちょいちょいいいなたいなこのブラウン管テレビ薄くない、これもう10枚ぐらい入るよ今のテレビ10枚分のスペースさ、これはすごいね、逆にすごいっす、ブラウン管テレビ久しぶりにビデオつけてからねDVD だDVD だって怒られちゃう、友達の熊谷くんっていうやつからもらったあ、そうジュン君っすね、はい、じゃあ行きます、すごいし
婚姻届飾ってますね。婚姻届出さなかったの？いやいや、それコピーだから。コピーなの。出さなかったの。いいと思ってる。戸籍上、戸籍上登録されてねえよ。なんかつまんねえな。なんだ。壁とか天井ボロボロさ、なんか剥がれ落ちてる感じの。整ってんな。なんだよ。なんかこのアパー社長のカレーを飾ってたり。それも最近やったでしょ。それも ね、 昨日だ。今日狙って。やだね。ズバ吐きてよ。ヘドが出るわ。いやーすごいね。今日なんか古さを利用したなんか味っていうんですか。衝撃的です。うん、あの提灯大好きだからね。そうですね。それマジで昨日あの盛岡のね、うん、ABC ショップさんで、うん、はい、なんか1個50円だったんですよ。なんかすごい好きだよね。寿司田横丁店さんにすごいいっぱいあって、やっべえ俺ずっと探してたのに超あんじゃんって聞いたら1個50円ですって言われて、しかも上にあのインシュロックで止まってて、ね、それを脚立で登って切ってあの下ろして、あ、それ1個ぐらい買ったあ、でも3個は持ってたんだけど、マジで50個ぐらいあって、結構ご当地のやついっぱいあるね。生ハゲとかさ、シドタイロ温泉だって、そう、それ昨日、なんか面白いね。いいですね。どうですか、全然思い入れのない春彦さん。特に感想がない。そりゃそうだ、なんかそりゃそうだ、面白いのない、なんか面白いのない、うん、俺は症状とかもつまんないし。つまんない。これお母さんと住んでる？お母さんは下で。そうそうだ、ね、下でってあの3畳の部屋で。いや、その辺は後で言うよ。えあるんだ。なんかある発表が。上でじゃあお母さん寝てないんだ。そうそうそう。あ、まあ、じゃあ事実上お母さんの家を乗っ取った感じってことだよね。まあ乗っ取りハイジャックって感じですね。歯切れ悪い。あ、そうなんかな。これ式ってこっちがこうなのかな。ああ、まあまあそういう使い方をしてた時もあったんですけど。このチープ箇所ちょうだい。おい。ちょうだい。買ったばっかりだ。一個なくしたと思ったら。見つかったの、うん、1個なくしたと思って買ったらその何日か後に出てきた。じゃあちょうだいよ。じゃあちょうだいよ。買えよ、1000円だって。知ってる知ってる。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ジェミナイ揃ってるじゃん。ジェミナイ、ジェミナイのターンテーブル。そうそうなんですよ。ちょっとこれをどうにかしてやろうと思ってるんですけど、仏壇の上にやっぱターンテーブルじゃないですか。仏ターンテーブル、仏ターンテーブル。これは愛子さん、そのあ姉ですね。愛子さんのお姉さん、お姉さん、お姉さん。それはあの一番上の兄らしいっすね。俺会ったことないから。ああ、そうなんだ、ね。何やられてた人なんですか。窃盗団じゃないか。お前亡きご先祖様お盆終わったからという。それはバチ当たると思うよ。ちょっとわかんないです、ね。うん、新潟にいたらしいんですけど、ね、うん、なんかうち4人兄弟なんで親が。あ、そうなんね。だからちょっとわかんないですよ。おお。まあね。この家っぽく飾ってる人も実在しない人の。そうだね、絵だね。絵なの、うん、クーピーで描いた。バチ当たりな孫だな。一番エロドシドシドシとタスキかけて三等兵って感じ。本当にいじるとこなんですね。ご先祖いじったらちょっとあれだから。なんか仕入れの案会、タスキかけてタスキな異形をいじる地区の運動会のリレーの案会。町内会の主役の。あの人早いんだよな。あの撫で方でちょっと可愛らしいおじいさん。おじいさんですね。いつもこうなっちゃう。ひどい。唯一いじって。唯一ね。あの話とか唯一いじれるところだと。イエイ。喜んでらっしゃるよ。おじいさん。そうですね。自作の。
LG を逆に使ってね。それは俺がやったわけじゃないからけどね。うん。うん、いやすごいな。がっかりだよ。もうちょっとね。あの天井とか剥がれ落ちていくかなと思ったら、ね、結構旅館みたいないい部屋じゃないですか。なんかね。でこのありたいもん。この家だったらできるじゃないですか。ここでも収録とか。いやまあ。だ夏とかマジやばいんで。あ、暑いんだ。はい、じゃあやめよう。じゃあやめよう。エアコンある家にしよう。どっか。そうだね。今日来るから本当飾ったみたいなのがいっぱいあって。嫌ですね。いやそんなことはないですよ。普段からやってますけど。初っていい壁とかの。初っていい。いや道具案だったらいいけど。ピックだな。初リアとポンズも昔庭師で働いてたからやっぱり。黒いよ。うん。初の目。タカ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 タって。初る。初る。いやもうマジっすか。あら探してあと3分です。おおやめろ。これ何じゃこれ。これ俺ションベンの後に染みついたとせんべい武道じゃないですか。やめろ。そうこんな布団入れてるんですけどこんな人泊まりに来ないから。断捨離してください。使ってねえから。えあと何分ぐらい。あと3分。じゃあ1階のいやちょっとそれはマジであのそれはまあ今日さっき言うとお母さんは来月だね来月で来月あそう店舗でお母さん寝てんの。いやまあそういうこともあるのかもしれないし。なんで言えねえ。なんで言えねえ。また来週。それでもすごいだろ。お前どうやって飲み食いされて生活を維持しようとしてるだろう。藤井定食食わせろよ。また。行けると思ってるじゃん。うちしろしてもいいっすよ。マジ。え、なに、言えないっすか。これはちょっと後で。後でメールで。あ、メールで送ります。メール。じゃ番組だとちょっとあれなんで、あの苦情の。メールがいっぱい来ちゃう。なるほど、それ聞いてね、気分返す。そうです。塚地がやべえことしてるってことじゃん。そういうことね。あ、お、お、ほら。あ、間接照明。間接照明。嫌いじゃないね。雰囲気。やっと、やっと活用します、することを気づきました、これは。またこの部屋でいろいろやらせてもらってもいいですか。何いろいろってスイカ割り以外だったらスイカ割り以外じゃあローションズボンでローションであれば大丈夫ローションボーリングコーリングかけてコーリングかけてこの声が聞こえるかいブツダに向かってね思んだねじゃねえよアイコさんマジでブチ切れてそう、ね、あの子たち二度とこ呼ばれる誰あの子たち二十何年経てやっぱり無理次回から一晩で10万使うからまた行かしてくれそんないいわよってそうですねちょっとあのいい部屋なんでねいい部屋だなみんなも来てくれってぜひねちょっとマス屋で飲んでちょっとヘベレ系になって、うん、酔い潰れて帰れなくなったって人は片塚さんにちょっと耳打ちでね、うんね、2回止めてほしいって言えば頼むわって男なんだじゃあちょっと次回片塚新地に泊まろうっていうあいいね一向に進まねえかいいねお風呂入りたくなったらどうするいやあるしねえ普通にあるしあるんだあでもそれをあれお前お風呂だと思ってるのあれ流しだから流し業務用流しだからそうですねじゃあ今日はね、はい、いい回でしたね。いやよかった。梶川さんにちょっとあの部屋見られた感想を聞いてちょっと終わろうな。うんうん、そうですね。なんかまあなんだろうな感想っすよね。うん、一言で言うとその辺の道で元カノに会ったみたいな感じの気持ちっすね。全然わかんないですけどエクストララジオクーラーが効いた部屋で
赤城の中華そばを食う。そして食後にアイスパピコかシャビ、香ばしいタオルで汗を拭う。今日のところは行くのやめとくか。人妻たむろする市民プール、色白の肌むくんだ顔でダイブする下ろしたての N クール。かき氷はだいたい青い、百均の B さん結構軽い。今年も尾てい骨あたりを濡らしにやってきた夏。吹き出せケツ汗、何する、何のお面かぶる。俺はだいたいイオンのペットショップで犬眺める、ふりしてクーラー浴びてる。その後だいたいここに来る。脱ぎ捨てたシワシワのサマースーツ、ラフでタフに作るサマーチューン。夏だし昼から飲んでるビール、実は夏じゃなくても飲んでるアルチュー。不動大橋の下でバーベキュー、いい年こいて花火でもやっちゃう、やっちゃう。昔なら絶対誰か抜いてる、俺か。短い夏ワンショットワンキル。山下達郎、久石譲、菊次郎だよバカ野郎。タンクトップに派手めの短パン、セッタサングラス、スケスケマスク、地中海ブレンド一気に飲み干し、ハッスルハッスルミスターマッスル、みんなさそのかされちまう。それがサマー、裸足で駆け抜ける友風。夏の風浴びながら6000円くらいのプロジェクターでジョーズを見る。映画見終わって窓を閉める、その時外に開くタイプの窓だと。網戸閉まってから窓閉めることになる、そうすると虫入る。だから家の窓は外に開くタイプより中に開くタイプの方がいいと思ったよ夏。毎年家族で行く海水浴、絶対に俺が一番はしゃいでる。一人じゃはしゃげない、それが海。シートして寝転んで頬張るグミ、脳内トリップ砂浜でアーシング。こちらただいま地球と交信中。カーステにサマータイムミックスをセット、サンセット涙が溢れた国道7号。そのシャツいいじゃん、夏っぽいじゃん。そのシャツいいじゃん、夏っぽいじゃん。そのシャツいいじゃん、夏っぽいじゃん。サマーサマーサマー。そのシャツいいじゃん、夏っぽいじゃん。そのシャツいいじゃん、夏っぽいじゃん。そのシャツいいじゃん、夏っぽいじゃん。サマー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 。まるでひと夏のアバンチュール、まだまだ足りねえ夏ラストチャンス。暇だしクラブとか行っちゃう、行っちゃう。盛岡まで車を転がす、転がす。これしてる意味あんのか。蒸れたマスク、炎天下のせい、ずぶ濡れのパンツ。今日のライブでの反省って、なら多分それはスカシのせい。深夜鳴り響くケミカルランプ、蚊取り線香、サマーフレグランス。子供の頃あんなに好きだったカブトムシが触れなくなってる。2021夜の街、スナックのママも浴衣でおもてなし。中華ザル食って帰る途中、イヤホンから漏れる All Eyes on Me。 アスファルトから聞こえるサマーソン、サマーチューンに変えて夏を数える。レモンサクレで確かめる、シャキル・オニールが汗をかいてる。今は夏、誰がなんて言おうと泳ぎ方は自由。夏は夏を夏にしようとした時、夏が夏になる。バイキもパチスリーだ。